応援進学塾の辻中です。今回は、うちの元生徒さんで、いつも講師もやってくれている、早稲田大学文化構想学部の山沢くんに来ていただいてます。実際山沢先生、すごく人気で、それこそ去年の例で言うと、早稲田の法学部に受かった生徒さん、ちょっと成績足りないなっていうところからも、システマチックにどう対策していけばいいかっていうところとかも、分析していって、早稲法に受かったっていうケースもあるくらい、やっぱ早稲田すごく調べてらっしゃると思うので、今回は、早稲田大学の国語の対策、これを各学部ごとに一気に解説していきたいと思います。まずは小学部からいきましょうか。はい。小学部と教育学部は国語は結構系統似てるんですか？そうですね。問題のタイプが似てると思います。うん、具体的にどんな特徴がありますかね？特徴っていうよりも、まず早稲田の国語には、現代文、古文、漢文って全ての要素があるんですけども、全ての問題において結構レベルが高いなって感じるのが小学部と教育学部で、まあ、ザ・早稲田っていう感じの問題が集まってるような気がします。癖がある問題とかはあります？特にないように感じます。共通テストレベル、G マーチレベル、早稲田レベルみたいに、もう順当に難易度を上げてった結果、これぐらいの難易度になるっていうものが小学部とか教育学部。はい。なんですけど、その中でも、マーチレベルと、特に国語の現代文だったりにおいては、大きな差があるかなって感じるのが早稲田レベルです。うん、実際生徒さんとかでも、早稲田レベルになった瞬間に言葉がむずくてようわからんみたいな人多いですよね。急に解けなくなる生徒さん多いですね。これはどういう風に対策していけばいいんですか？まあ、ショート教育に限らずかもしれないけど。まずは、何度か早稲田の問題を解いてみて、難しい文章内容だったり、難しい選択肢をどう選んでいくかっていうことの傾向だったりを知ること、慣れることから始めるのがいいと思います。まずは過去問を解いてみる。はい。解いてみたけど、全然解けません。どうすればいいですかね。僕も最初全然解けなかったんですけど、他の参考書とかを一回使ったりして、シンプルな国語の読解力だったり、基礎力っていうものを上げていく方向にしていきました。うん、具体的におすすめの教材とかあります？僕がおすすめするのは、現代文読解力の開発講座という参考書です。寸大が出してるやつですね。はい、開発講座はしばらく新しいの出なかったけど、今度新しい新版が出るらしいですね。そうらしいですね。うん、国語得意な人って結構みんなあれ好きであそこに行き着くんかなっていうのは感じますけど、あれはどういう教材でどう使うのがいいとかあります？主に問題を解くっていうよりも、文章にどういうことが書かれていて、筆者の主張をどう掴んでいくかっていう参考書ですね。僕がやった勉強法で一番効果的だったなって思うのは、解説で説明されている内容を完全に自分で解くときに再現して、他の人に説明できるレベルまで理解するっていうことですね。問題文だけで見て、解説を自分で説明できるようにする。そうですね。例えば、分かりやすい参考書とかだと、線を引いてくれてる参考書だったり、開発講座であれば、大事な場所はここですよだったり、説明がされてると思うんですけど、それを理解するだけでも十分効果はあるとは思うんですけど、結局は自分で初見の本番の文章で使いこなせないと意味がないなって思ったので、実際にその説明を自分で線を引いたりとかして解くときに完全に再現ができるかっていうことを意識して勉強してました。現代文だったら開発講座はすごくおすすめで、はい、教育とか小の古文漢文はなんか特別な対策とかあります？特別な対策っていうほどではないかもしれないんですけど、教育学部は偏差値的にちょっと他の学部と比べて下なので舐められがちなとこもあるかもしれないんですけど、古文に関してはトップレベルに難しいので、うん、ここに関しては他の学部の過去問とかも合わせて難しい文章だったり特に和歌だったりの問題がよく出てくるので、うん、そこの対策をするのがいいと思います。そのレベルの古文やるのにおすすめの教材とかありますか？僕の場合結構役立ったのは全レベル問題集の4、オレンジ色のやつ、応文社が出してるやつ、はい、その中に早稲田の問題だったり結構難易度高い問題だったりとかの考え方が載ってたりしたので、それは結構参考になりました。まあじゃあ特別な教材っていうよりかは、そういう早稲田レベルの問題がたくさん載ってる問題集にたくさん触れましょうっていうのが、はい、社会科学部はちょっと今年からね、国語は消えてしまうので、はい、飛ばします。じゃあ次に文化構想学部、山沢くんが言ってるところですね、はい、ここはどんな国語の特徴ですか？ひたすらに癖が強いっていう感じの。どう癖が強いですか？まず問題形式だったり問題の種類っていうのが本当に他にないぐらい特徴的で、大問1だったら古文と現代文が混ざったような近代文語文って言われるような書き方をされている文章と現代文が並んで2個の文章を読み比べるっていう問題形式になってますね。近代文語文はあれですよね、福沢諭吉とか、はい、そのあたりの時代の評論みたいなものが昔の言葉で書かれているようなイメージです、はい、それと現代文が並んでる、はい、強いですね。
かなり強いですね。それはどうやって対策するのがいいですか？他に同じような問題を出してるような大学っていうのは少ないので、これはもう本当に文化構想学部の過去問で対策するっていうのがいいと思います。下手に他でやろうとするよりかは文校の過去問をひたすら縦にやり込んでいく方が早いんじゃないか。はい。そもそもまず近代文語文が読みにくいっていうところがあるんで、まずはそこに目を慣らしたり読む練習っていうのをしてみると、実際問題を見てみるとそんなに難しくなくて、まず最初に文語文になれるっていうことができるようになると問題の方は割とスラスラ解けるようになるんじゃないかなっていう感じ。だから文校の近代文語文は近代文語文になれる、読めるようにするっていうハードルは結構あるけれども、それをじゃあさらにそこから問題を解いていくっていうところに関してはまだ比較的やりやすい。はい。他に癖あるところあったりする？大門さんに関してなんですけども、文化構想学部の場合では現代文と古文と漢文が混ざったいわゆる言語漢のスタイルの問題になってます。確かに最初に古文が10行くらいあって、その後その古文の説明を現代文でブワーって続いてたと思ったらまた古文が来たり漢文が入ってたりとごちゃごちゃやで。ごちゃごちゃですね。これもどういう風に対策していくんですか？言語漢っていうのの合わせた勉強の対策が必要かなって思うので、言語漢を出題している大学だったり、これもやっぱり文化構想学部の過去問を解くっていうのがいいと思います。基本は早稲田文校の過去問をやるってことだと思うんですけど、これは他の大学もある？少ないとは思うんですけど、やってたり、あとはもうなくなっちゃってはいるんですけど、例えば社会科学部が過去に出してた国語の問題で言語漢の問題があったりはしたので、その問題とかを活用するのがいいと思います。早稲田対策の素朴な疑問として、早稲田の国語っていう赤本が出してるやつあるじゃないですか、はい、あれっていろんな学部のやつあると思うんですけど、とりあえず全学部やってみようみたいな話もたまに聞いたりするけど、それは微妙？どっちかといえばちゃんとこうやって対策合わせてやった方がいい。入り口としてはまあありかなとは思います、まず各学部でどんな問題が出ているかっていうのを知るっていう段階では、いろんな学部のところが分かりやすい説明付きで問題が載っているので、最初としてはおすすめかなとは思うんですけど、受ける学部とかを具体的に決めてって問題を絞って対策していくっていう時には、やはり専用の学部の過去問がいいんじゃないかなって思ってます。時間配分とかは結構意識した方がいいとかあります？文化構想学部は比較的に時間が余りやすい方の学部かなってところがあります、さっき言ったように大門一の近代文語文で最初の方はそこで読むのにまず苦戦しちゃって時間がなくなるってことがあるかもしれないんですけど、慣れてくると大門一とかはスラスラ読めるようになってきて、全体で90分なので割と時間は余裕がある方かなって思う学部です。時間勝負っていうよりかは近代文語文や言語漢の問題にどれだけ慣らして精度を高められるかっていうのが求められる学部です。はい。次に文学部。文学部はどんな特徴ですか？文学部は問題数と時間が多いっていうところはあって、文学部っていう名前なんで結構難しそうかなって思われることも多いとは思うんですけど、平均点とか見てみると75点満点で毎年平均点50点だったり、50点超えちゃって8割近いぐらいの平均点になっちゃったりする年もあるぐらいなんで、高得点勝負なんだ。はい。問題としての難度はそこまで高くない方なのかなとは思います。問題の特徴とかはどんな感じですか？大門4大構成が基本的な構成になっていて、大門1、2が現代文で、大門3が古文、大門4が漢文って形になるんですけど、そこのバラエティーさだったりっていうのがあったりするので、各現代文、古文、漢文全部抜かりなく勉強することが大事かなって思ってます、癖の強さとかはあります？文校みたいに文化構想学部と比べてで言うと全然癖はないなっていう形で、割とベーシックな問題の出題スタイルになってると思います。ただ教育とか教育はザ・早稲田なのに対して文学はなんか違いはあるの？特に現代文の文章のテーマがどちらかというと文学部に入ってから学ぶようなテーマを意識したような出題になってるような気がします。それはやっぱ普通に現代文の文章を読んでるだけだとあんま出会いづらい文章なんですか？特に美術史とかだったりの話とかを出すとしてもあったりして、文章のテーマだったり内容によって点数が上下してしまうっていう人はちょっと注意した方がいいかなって思います。そういう人はおすすめの教材とか対策とかあります？これは全部の学部に通ずることなんですけど、まあ学部ごとに出やすい問題テーマとかがあるんで、まずは過去問を解くっていうことは大事なんですけど、市販で売ってる問題集だったりすると、ポラリスとか問題ごとにその文章のテーマだったりが書いてあるので、その中で解いてみて自分の苦手そうなテーマを先に知っとくみたいなことだったり、その知ったテーマをもとにテーマ本だったりとかっていうのを読むことはおすすめです。現代文が得意な人でたまに背景知識知ってるといいよっていう話聞いたりするんですけど、はい、あれはどう思います？やっぱ文学部ぐらいになったら知っといた方がいいか、それとも早稲田受けるんだったら知っといた方がいい？早稲田受けるなら結構知っといた方が読みやすいなっていう内容が多いと思います、
背景知識知ってるだけで入ってきやすい。そうですね、入ってきやすいし、早稲田のそれこそ商学部とか教育学部の問題は近代批判っていう文章の内容が多かったりするんで、ここら辺の知識をつけとくと難しい書き方とかをされていても結局言いたいことはこういうことなんだなっていうのが背景知識から理解できると思います。特に文学部はよりそれが難易度高く、文学部入った後にやるようなものも多いからちょっと知っとくとより有利だよねってのはある。はい。じゃあラスト、法学部。法学部は早稲田の看板学部の一つかなと思うんですけど、やっぱ難しいですか？僕はもうトップレベルに難しいと思います。トップレベルなんだ。はい。何が特徴で難しいですか？やはり法学部は大問4の現代文が非常に難しいかなって思ってます。早稲田は基本的に他の学部は論述の問題が出なかったりするんですけど、法学部に関しては最後に論述の問題が出てくるので、まずそこの対策が必要になってくるかなって思ってます。去年、2024年度のものも120字以上、180字以内だから結構がっつり論述がありますね。はい。これは論述対策が難しいって感じ？それとも原文もなんか特徴とかありますね？問題文だったり原文の方もすごい難しいなっていうので、哲学だったりとかの内容が専門知識ばっかりで書いてあったりして、選択肢の方も一個一個の選択肢の要素が長かったりするので、そこはすごい難しいなって思う要素です。普通に共通テストとかの原文大文を読んでるような感覚では絶対解けないような、絶対解けないような形ですね。じゃあその難易度のものはどうやって対策をすればいいですか？これに関しては早稲田の他の学部の問題ともかけ離れてるぐらいのレベルだと思うので。じゃあ早稲田の中でも団地なんですね。はい。なのでやっぱりこれも法学部の過去問を使いながら、難しいまず文章内容になれるっていうことを第一にして、それから長い選択肢をどう区切っていって、どこを正解不正解の要素にしていくか、論述とかも実際に書いてみて、120字以上180字以内っていう制限の中でだいたい30字ぐらいの一つの要素として5個ぐらい書いて、150字ぐらいを目標にして添削してもらうっていうことをやると、論述もある程度書けてくるんじゃないかなって思います。去年早稲法を受かった生徒さんとかもそれ結構やってたりしてたんですか？はい。ここはもう他の癖が強い部分と一緒で、とにかく早稲田法学部の大問4の問題をひたすら遡ってやっていくっていうのが一番いいです。そうですね。結構題材は数ありそうですか？結構前からやってるような様式だと思うので、遡って問題を探せると思います。素朴な疑問なんですけど、最初から時間計ってやった方がいいですか？それとも大問読むだけで縦でやっていっちゃっていい？その中でも特に苦手だなっていう思ったところを抜粋したり、どうしても最後の方は全部を解くっていう時間がなくなってきちゃったりすると思うので、そうなってから苦手なところを重点的にやるっていうのがいいと思います。逆に大問1、2の古文漢文は比較的簡単って言われてる方な問題だったりするので、そこは必ず点は取っておきたいなっていうところですね。簡単でも G マーチくらいはある？それとも意外と G マーチぐらいはあるかなっていう内容です、ね。早稲田の中だったら他の学部よりももしかしたら解きやすい。はい。じゃあここは死守って感じですね。はい。時間配分はそんなに厳しくないですか？大問4の論述にまあどれくらい残せるかだったりっていうところで、まあ厳しくなるかなっていうところはあるかもしれないです、うん。早稲田法学部も癖が強い学部と同様に、ちゃんと過去問やり込んどかないとダメな学部です。はい。で、まあ最後、早稲田の国語のまとめ的な感じで何かこう注意しておきたいこととかあったりしますか？国語だけの勉強じゃなくて、どうしても他の英語だったり選択科目の勉強とかがあったりすると思うので、そこの3科目のバランスっていうのはすごい大事かなって思ってます。確かに国語って割とどうしても後回しになったりとか割合低くなくなっちゃうところも多いと思うんですけど、結構高めに置いた方がいい学部もある？そうですね。例えば教育学部だったり商学部っていうのは早稲田の中でもレベルが高いような文章が載ってたりするので、そこに慣れるまでは国語の問題を解くということを意識した方がいいと思います。そうじゃない学部で言ったりすると、法学部とかであれば国語も難しいんですけど英語もすごい難しくて点数取っておきたい部分なので、まあ、ここは国語だけに割かずに英語にも時間を割いたりして、文学部とか文化構想学部であれば英語とか世界史で平均点とかを見比べて合格最低点とかを見てみて、自分の苦手な科目とかも合わせてどんぐらい取った方がいいかなっていうのを逆算して勉強していくのがいいと思います。学部によってその国語どれぐらい力入れるかっていうのは変えた方がいいと思います。そうですね。でもやっぱり英語とか社会の方が大事？英語がやっぱり一番大事かなと思います、うん。私立文系の3科目の受験だと一番差がつきやすいかなっていう科目で、当然英語もレベルが高い問題内容になってるので、その英語の問題で平均点とかを見てどれぐらい取った方がいいかなの対策をした方がいいと思います。国語の回ですけれども、ちゃんと英語はやった上でっていうのがすごく大事ですね。はい。ということで、早稲田目指している方、今年度は特に変更点とかもいろいろあったりとかして、対策すごく複雑になりつつありますけれども、それでも各学部やるべきことってある程度決まってくるかなっていうふうにも思うので、はい、ぜひ国語はこの動画参考にして対策してみてください。ドーン。